ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港は、アメリカ合衆国のジョージア州アトランタのダウンタウンの南約7マイルに位置する国際空港である。アトランタ空港、ハーツフィールド空港などとも呼ばれる。世界最大級の航空会社である、デルタ航空のハブ空港であり、2000年より発着数及び利用者数において、世界中で一番忙しい空港である。 2010年の年間航空機発着回数は約95万回。2017年に世界の空港の年間乗客数のランキングで20年間連続の首位を達成した。アトランタ中心部からのアクセスにはバスタクシーの他に鉄道のマルタが国内線ターミナルに乗り入れている。名称の由来は空港の発展に尽力した。 元アトランタ市長であるウィリアム・ B ・ハーツ・フィールドと初の黒人市長であるメーナード・ジャクソンの二人から取られている。空港前景デルタ航空最大のハブ空港、関西島デルタ航空の離陸風景空港内のアートワーク・ピープル・ムーバー・アトランタ国際空港は、搭乗の手続きや荷物の受け取り等を行う二つのターミナルと搭乗ゲート等がある七つのコンコースから構成されている。 ターミナル間の移動には、シャトルバス、セキュリティチェック後のターミナルコンコース間の移動には、空港の地下を走るピープルムーバーの利用が可能である。利用客の増加に伴う空港の拡張が進められており、2006年5月27日に、第5滑走路が、2009年12月8日に、新しいレンタカーセンター及び ATL、スカイトレインが共用開始された。また、 デルタ航空の国際線増便により、手狭になったコンコース E の東側に、ジャクソン国際線ターミナル及びコンコース F を建設、2012年5月16日に、供用開始された。南側には70のゲートを有する新ターミナルを建設予定である。国内線のターミナルは、ターミナルノースとターミナルサウスに分かれているが、建物自体は一つである。中央部にある、 商業施設及びセキュリティポイントなどは共通であり、両ターミナルの往来は容易に可能である。チェックインカウンター及び荷物受け取り所は共に1階にあるがアメリカン航空の荷物受け取り所のみ、ターミナルノースの地下にある。2012年5月16日以降国際線のチェックイン及び荷物受け取りは新設されたジャクソン国際線ターミナルでのみ取り扱う。 国内線ターミナルとは7つのコンコースを挟んで反対側に位置するためセキュリティチェック前のターミナル間の移動にはシャトルバスを利用する必要がある。ターミナルのオスターミナルサウスジャクソン国際線ターミナル4つ目のターミナルこの空港のコンコースは T、A、B、C、D、E、F の7つから構成されている。例外を除きコンコース A よび B はデルタ航空専用であり 他の航空会社は主にコンコース T、C、D を使用している。コンコース E 及び F は国際線用であるが、国内線コンコースの混雑時には国内線にも使用される。国際線の隠し手続きを新ターミナルで取り扱うことになったため、これまでのようにアトランタが最終目的地であっても、乗り継ぎの場合と同様に税関後に再度チェックイン荷物を預け、 セキュリティチェックを受けて、ピープルムーバーでターミナルに向かう必要はなく、そのまま新ターミナルで荷物を受け取るようになった。コンコース T ゲート数、14コンコース A ゲート数、34コンコース B ゲート数、35コンコース C ゲート数、37コンコース D ゲート数、33国際線コンコース E 及び F コンコース E ゲート数、29コンコース F ゲート数、 12, ありがとうございます。